ヒョンデと BYD、どっちがいいのかな。お、メタン、電気自動車を買うんだね。まだ検討段階ではあるけど、ヒョンデと BYD、どっちがいいのかなと思っているところなの。そりゃヒョンデも BYD も、日本に進出したばかりのその他アジア勢だからね。ヒョンデといえばアイオニック5、BYD といえばアット3などもあったりするけど、どちらも性能は良さそうだし、何気にデザインも良さげなんだよね。それじゃ今回はヒョンデと BYD、アイオニック5とアット3で比較する形で一緒に考えてみよう。あ、いいね。まずはヒョンデのアイオニック5から。2019年にフランクフルトモーターショーで参考出品された45EV コンセプトのデザインをベースに、2021年2月23日に正式発表されたアイオニックブランドでは第2の電気自動車となるのだ。え、アイオニックって前にもあったの？ヒョンデは以前2016年から2020年までハイブリッド、プラグインハイブリッド、電気自動車の3タイプが用意されたアイオニックを販売していたのだ。最初はハイブリッドもあったんだね。さらにヒョンデは2018年にコナエレクトリックの販売もスタートしたのだ。日本での販売も近いあのコナさんね。ヒョンデはアイオニックやコナエレクトリックなどで得たノウハウをうまく活用し、ハイブリッドカーや電気自動車などといった抵抗会社の拡充を進めることとなり、 EV ブランドとしてのアイオニックもその一つなのだ。なるほどね。話をアイオニック5に戻して、プラットフォームにはヒョンデが新たに開発した電気自動車専用プラットフォーム EGMP を初めて採用し、ボディデザインはヒョンデこと現代自動車が初めて独自生産したモデルとなるポニーがベースとなっているのだ。ポニーは1975年から1985年に生産されたモデルで、デザインはジウジアーロ、メカニズムの多くは三菱自動車のものをベースとしていたモデルとなります。詳しい話はまた別のお話。アイオニック5は画像の最小単位であるデジタルピクセルにアナログな感性を加えたパラメトリックピクセルを採用し、初期モデルの DNA を今に受け継ぎつつも独創的なデザインとして完成されたモデルとなるのだ。デザインもかなりいいわね。さらにドアハンドルは走行時に自動的にポップアップし、駐車時、走行時にはドア内部に格納されるオートフラッシュドアハンドルが採用されており、利便性の向上とすっきりとしたサイドスタイルの表現に貢献しているのだ。これもなかなかいいわね。さらに内装に関しても、リビングスペース、つまり快適な居住空間というテーマを反映し、生活と移動の境界をなくす革新的な空間を実現しているとのことなのだ。なかなかいいわね。フラットフロア、スライドコンソールなどを適用した室内デザインは、搭乗者の状況に合わせて最適なスペースを作ることもできるのだ。痛手りつくせりだね。そしてルーフ前面に大きく配されたガラスルーフは、固定ガラスながら室内に明るさと開放感をもたらし、ロールブラインドは電動で開閉し、日差しを調整することができるとのことなのだ。これもなかなかいいね。そしてアイオニック5のインテリアは多種多彩なエコフレンドリー素材を活用し、植物性オイルの幅広い使用やリサイクル透明ペットボトルから作られた繊維の採用など、地球に優しい素材で完成されたインテリアとなっているのだ。まさに SDGs だね。もちろんアイオニック5も V2L、V2H にも対応し、最大 1.6kW の電力を供給することで、車内外でパソコンなどのモバイル機器やキャンプ用品のような消費電力の高い電気製品を使用することができるほか、万が一の災害に備え、電気自動車で蓄えた電気を家庭へ供給することができるのだ。電気自動車ならこうでなくちゃ。急速充電に関しても、日本の電気自動車急速充電規格となるチャデモの 90kW クラスにも対応しており、標準グレードの場合は32分で 10% から 80% までの充電が可能となるのだ。本当にそんぐらいいくならかなりいいよね。そして寒冷時に急速充電施設を目的地に設定すると、到着前にバッテリー温度を高め、急速充電施設での充電効率を改善するバッテリープロコンディショニングにも対応しているのだ。バッテリーは温度も大切だからね。
さらに EGMP ことエレクトリックグローバルモジュラープラットフォームで革新的なデザインと室内空間を支え、充電性能と航続距離の充実、優れた走行性能と安全性を確保しているのだ。本気度が伝わるよね。そして先進技術においてはリモートスマートパーキングシステムや AR ヘッドアップディスプレイ、ブラインドスポットビューモニターにサラウンドビューモニターなどほぼてんこ盛りな上に、さらに安全に関しても前方衝突防止補助機能やレーンキーピングアシスト、スマートクルーズコントロールなど先進安全技術にも対応しているのだ。それなら安心できちゃうね。さらにアイオニック5ではコネクテッドカーサービスとなるブルーリンクにも対応しているほか、最新バージョンのソフトウェアアップデートもワイヤレス、自動で行えるナビゲーションをキーレイアップデートにも対応しているのだ。これもなかなかいいわね。それでいて価格はなんと479万円から、さらに購入の際 CEV 補助金が65万円補助されるのだ。65万円補助が受けられるのは嬉しいね。ただ標準モデルだと一部装備が削られる部分もあるから、そこはウェブなどで調べながら考えるのが一番ベストなのだ。そうね、車ってかなりお高い買い物だからね。次は BYD と行きたいところだけど、このまま続けても長くなりそうだからまた次回。そうだね。